皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青にオンライン、青の洞窟ニューステージやっていきたいと思います。さあ、今回やっていくのは14階。なんかハンニャッティみたいなのが出てきたね。歌舞伎ものだね。さあ、ハンニャッティだってるのか。さあ、歌舞伎ティだった、そっちか。倍速になってるから逃げ切ろうということで、さあ、でもこれは銅像破壊系で、でしかも出口が入り口にあるから、多いん。あ、そうだ、混乱してないんだ、今回。さっきのね、ステージをやったばっかりだから、ちょっと混乱の、癖がついてる。さあ、気を取り直して、オッケー、失敗。オッケー、大丈夫。びっくりした、爆弾の目の前に止まったから、動いて、積んだかと思った。さあ、こっから鉄球が落ちてきて、ここは大丈夫そう。やっべ。まだ混乱の操作の慣れが抜けてないから気持ち悪い。よし、さあ急げ、残り8秒で来るぞ。こっち行って、やっべ、今のもね、もう混乱のね、後遺症なんですよ。さて、どっちから来る。 OK、 さあ、レアカブキッティが来てって、カブキッティがきっとね、フワッティチャージをしてくるから、そうなる前に逃げ切りたいけど、でそう、どう来る気配はないかな。一応下の方とかに順路があるから、そっちから見えるはずだと思うんだけど、どうだ。いや、関係ないか。そして今一瞬聞こえたから、ちょっとまずいね。ちょまずだね、ちょまず。よしよし、頑張れ。はい、次。早くない、早くない、すげくない、やばーばーばい。うわー、来たー。さ、カブキッティがあの速さで来るから、多分、追いかけられたら、追い詰められたら多分もう逃げ切れないよね。だから、もう距離を離してる時に、爆弾を、もうやっとかなくてはいけない。だから途中でね、鉄球があるのがね、いやらしいよね。本当に。OK。で、鉄球がもう来てるから、ここはもう直線に、臆さずに駆け抜ける。さあ、0秒が出てきて。いやーね、いつもまあこういうタイプのステージで行ってるんだけど、俺はその、トゲを避けなくちゃいけないから、わざわざこういう風に蛇行していくんだけど、あいつはさ、トゲとか関係ねえからさ、突っ込んでくんだよね。それがね、ちょっと、とね、世間は許してくれやせんよっていう感じなんですけども。さて、もう本当にね、こんな操作、物を売るってレベルじゃないんだよね。オッケー、大丈夫、ここは大丈夫。で、こっち行ってって、急げ、それで急げ。オッケー、ダスコがクリアして、あとはこっち、よし、クリアー、歌舞伎って。どんなもんだい、ほら、ゴブリンごときにやられてんじゃねえぞ、歌舞伎って。そして、来ないぞ。はい、来いよ、歌舞伎って。来いよ。ほら、来いよ。なんでそっちから来んの？嘘、待って、そんなバカな。そんなのありかよ、お前。お前、さっきとお前、動きちげえじゃん、歌舞伎って。マジかよ。いや、なめぷしてた俺も悪いんだけどさ。さて、もう一回やってっか。でも、このスピードだったら、このまままっすぐ行くスピードだったら、もう大丈夫ということで。やっていくぞ。ただこの倍速のこのスピードで、そうだね、トゲに当たらないようにちゃんと繊細な指の動きはしよう。で、こっち行ってって、はい、さあ頑張れゴブリン、お前の悪役魂見せてみろ。いいよね、悪役っぽいやられ方したよね、今のね。完全に勇者の一行を舐めてかかってやられる敵役。さあ、いいよ、そんな愛おしいキャラをゴブリンがやってて。だが、もう今回はもう舐めぷはしない。容赦はしないぞ、カブキッティ。お前の出番はこれで終わりだ。さあ、こっち行ってって、オッケー、もうクリアです。終わりだよ、カブキッティ。もう次はね、ミスは起こさないですから、皆さん。もうミスは起こさないです。私、ここにいますから。見えた瞬間に、なんなら BGM 鳴った瞬間に、鳴ってないよね、まだね。鳴った瞬間に私は出口に行きます。
さあ、上からも下からもかかってこいよ、ほら。ほら、ほら、ほら、ほら。ただこれさっきと同じパターンって思ってる方は 大丈夫。今回はね、ちゃんと逃げる。今回は絶対ちゃんと逃げる。いや、すっげえ緊張してきた。え、なんで来ないの逆に。怖いんだけど。え、怖い、嫌だ。もういいや、プレッシャーに負けました、私。ごめんなさい。OK、そんな感じでビビり散らかして、14回クリア。なんだこれ、優勝トロフィー？なんだそれ。さて、次が15回。一体どんなステージになっていくのか。もう多分、弾幕系かな。どうだろう。一回まあ手に入れたから、この優勝トロフィーってやつやってって、なんかシュールだな。さあ、それでは最終回、次回やっていきたいと思います。ぜひ、これからも見に来てください。それではまた次回のところでお会いしましょう。バイバイ。みんな、ナメプはするなよ。